月光タワー対桜エクセレントツリー。2024年7月7日日曜日、気温 54.3 度、湿度 95%、 天気晴れ。妖怪ウォッチの元祖軍と本気軍は何やら面白いこと考えているようだ。なあオロチ、明日月光タワー行くことになったぞ。ってことは戦争か。ああそうだ、後のメンバーにも伝えてくれ。明日月光タワーに行くんですね。ここは準備をしなければ、ここは休まずにいられないんじゃよ。てやんで、むかむかで、そうすんで。なあキュービー、明日桜エクセントツリー行くことになったぞ。ってことは戦争か。ああそうだ、後のメンバーに伝えてきてくれ。頼まれたことサボるのはみんなのプライドは許さんばい。その通りだぞブライドン、筋肉1000個つけねえと体も損するマッチョ。いかにも負けないでござる。そうだな。2024年7月8日月曜日、気温 52.1 度、湿度 84%、 天気晴れ。桜エクセレントツリーを選ぶなら桜本家エクセレントチームを選べ。月光タワーを選ぶなら元祖月光チームを選べ。シグナル、わしはハイパーレスキューと元祖月光チームで手を組むから。よし分かったよ、私はハイパーブルーポリスと本家エクセレントチームでハンドを組むから。パンクはハイパーブルーポリスチームね。ありがとうパン。クインテッドとハッチポッチは元祖月光チームに行ってきます。フック袋とこれなんでは本家で行くからな。だいぶ工事も進んだぞ。俺たちは元祖月光チームだ。そうよ、私もバイキンマンたちは元祖だな。私たちは本家で行くよ。僕は元祖月光チーム、私は本家エクセレントチームよ。私は藤木と元祖月光チームに行くけど、タマちゃんは私は本家エクセレントチームにしようかな。ミッキー、私も本家でエクセレントチームに入れてくれ。うん、僕に任せて、ザーグ。僕たちは月光を元祖チームに入ってるよ。もちろんさ。おそ松さんグループは俺たち本家エクセントグループだ。マッスルマッスル、ハッスルハッスル。俺はピーチ姫とペアで元祖月光チームを組む。僕はデイジー姫とペアで本家エクセントチームを組むよ。私はジョージと都会のメンバーは元祖月光チームを組むぞ。テッド、ここは頑張ろう。都会っ子は元祖月光チームかい。僕たちは田舎メンバーで本家エクセレントチームにいるぞ。こっちは負けてられないぞ。元祖でいいのだ、勝つのは本家や。いや絶対元祖だ。ギスギス、はは、ん、やっちゃえギスギス。本家エクセントチームでいいだろう。いや元祖だ。本家でいいだろう。元祖でいいだろう。ちょ本家がいいだしょ。そういう本家が強いわ。元祖ですぞ。そうじゃが、元祖が一番強いじゃが。絶対本気だ。おーい、コンハルとクインテッドに登場したキャラクターたち。誰だ貴様は。ナレーターだよ。 CV は誰なの。桜井貴博だよ。なんでここに来たんや。なんでここに来たんだろうね。それはストーリーが気になるから。気になるって。ねえねえ、妖怪元祖軍のリーダーと本家軍のリーダーに教えるね。なんだい、ナレーターさん、実は気になることがあるんだけど。誰に。君たちに。え、戦っても争っても同じだよ。そうなのか。うん、次はオロチにも話すから。ナレーターめふざけんじゃねえぞ、よくもバカなことを。公爵な。
許さんぞなれため。あれ？なんだ損した。言われた通りに引き分けにしてやる。I'll be back. 今日のコンハルトクインテットはここで終わり。この後はうなぎ犬とウィスパーがみんなに話してくれるよ。そしてエンディングもね。こうなったら。こんばんは、僕はうなぎ犬。ワンワン。今年も暑くなってきたね。水分たっぷりこまめに飲んで、運動したり、夏休みのメディアを考えようね。今日は元祖軍と本家軍がいっぱい。私は知ってます。それのことを、もう何を知ったかぶりしてないわ。妖怪ウォッチの元祖軍リーダー、ツチングも、まあ私にとっての先輩ですけどね。副リーダーはさすらいのオロチ、ニョロロン族のメインキャラクター。とどめき先輩の妖怪障子案件は、何かした時にとどめくことってあるよねーも引き起こす。カゲロウ氏は幻の弟で、アニメでは百鬼姫のジーヤだそうです。5つ目は我慢モス、みんなも我慢してね。6つ目は鎧さん、カブトさんの離れ離れになってしまった妖怪です。7つ目は本家軍リーダーの大釜、さっきも言ったけど私にとっての古典妖怪の先輩ですから。武者兜と桑の武士とライバルを組むけど、妖怪少じゃんけん、カブトムシがいいなぁと、小学6年までの子供には人気があるでしょう。飛来神は人の雷を集めて、飛来神にさせてしまう妖怪。カラカサ魔人先輩だー。カラカサお化け先輩を武器として使う魔人妖怪。これは素敵。雷蔵は人間の天罰で、雷を落としてしまう妖怪。うらやましの妖怪少じゃんけん、何でもおいしそうに見えるよね。プライドンの口癖、おいどんのプライドが許され。からくり弁慶は機械からネジを取り出して壊してしまう妖怪少じゃんけん、さっき動いてたのにいつの間にか壊れてた。ダルマッチョ、山にこもって修行をしたことでダルサに打ち勝ち、マッチョになった額の傷は修行アピールのボディーペイント。妖怪少じゃんけん、マッチョだよ。マッスルマッスル、ハッスルハッスル、マッスルマッスル。チンギスギスハン、ジンギスギスカンより最もひどいギスギスを感じてしまう妖怪。お次は猫2世、ニャン系妖怪のツタカーメン。赤ちゃんというと怒る。おや、17キャラだと。みんなどうしたんだろう。さあどうしたんだろうね。戦争とかそれもあるね。それにしてもやくましいわ。ゴードン。